世界中の皆様、こんにちは、コパムンです。おいっす。今回ですけども、あー、困った。あー、悩み。今、日本の音楽シーンで流行っている曲、もう爆発的に流行っている曲、皆さん知っていますか？あの、エイトさんが歌っている、香水って歌。知ってますかね？あの、ドルチェ&ガッパーナっていう歌。ドルガバの香水の歌。結局、あの歌詞をもう読み返してみると、ほとんど俺のことを言ってるんだよね。俺の今までの人生のことを言ってるんです、あれは。そこまで知ってるみたいな。で、作詞、コパム、作曲、みたいな感じの歌なんです、もうあれは。でも結局、俺は、巡り巡って考えてみると、もうドルガバの香水に振り回されてたなって。もう思い知らされたんですよ。だからもう今回はドルガバさんにクレームというか恋愛のアドバイスというか人生のアドバイスをちょっともらおうかなと思って、どうしていいかわからないので今日はドルガバさんに電話したいと思います。レッツドルガバは続くよどこまでも。では早速最寄りのドルガバさんに電話したいと思います。行くぞ。ありがとうございます。ドルチェ&ガッパーナ。ございます。すいません。はい。ちょっと、ドルチェ&ガッパーナさんの商品についてちょっとお伺いしたいことがあってお電話させてもらったんですけども。ドルガバさんって、はい、香水あるじゃないですか。はい。で、そのドルガバさんの香水のせいで、はい、ちょっと元カノが忘れられなくて、お電話させてもらったんですけども、どうしていいのかわからないで、ちょっと教えてください。はい、その匂いが忘れられないということでよろしいでしょうか。はい、そうですね。はい。で、街ですれ違った時に、はい、あれこの匂い、あれ嗅いだことあるって言って振り向ったりするんですよ、たまに。はい。昔愛した女やと思って。で、振り向くとジャガイモみたいな女だったんですよ。結局。思い出は薄くなってもね、匂いは忘れられないんですよね。あ、なるほど。これどうしたらいいですかね。さようでございますか。ね、このような質問はあまり受けたまわったことがなくて、はい、うまくお答えできるかわかりませんが、はい、弊社の香水大変人気がありまして、はい。で、僕、もう、嫁さんもいて、子供も3人いるんですよ。もう、街中で振り返りたくないんですよね、もう。なるほど。どうしたらいいですかね。そうですよね。はい。強いて言うなら、奥様がいらっしゃるということなので、はい、はい、はい。奥様に。そうですね。新しい。はい。香水。うん。っていうのはいかがでしょうか。何かいい香水ってあるんですかね。おすすめみたいなの。そうですね、彼女様と昔のパートナー様と被ってしまうのもあれなので、はい、これがいいとは言えないんですけれども、はい、9月にウィメンズの新作も出ていますので、はい、そちらもどうぞ奥様と考えていただいたら、はい、ありがたいと。はい、新しい香水を嫁さんにつけろといかがでしょうか、はい、というご提案をさせていただきました、はい、そうですね、そういうことになっちゃいますよね。はい、はい、はい、わかりました。はい、ありがとうございます。で、はい、
すいませんね。お力になれて、はい。次、シャネルの香水の女とこなんで、シャネルに電話しなきゃいけないんで、すいません。はい。はい。はい、失礼します。はい、ありがとうございました。はい、シャネルに電話します。すいません。はい。検証結果、新作の香水を勧められた。結局そうなりますよね。もうわけわかんない電話でした。でも皆さん、ありますよね。街で香水あるある、ありますよね。くれぐれも、ドルガバの香水には気をつけてください。嫁さんに新しい香水を買いたいと思います。ほな、今日はここまで。では、バイ。Bye.